今日は予定時間通り。他の新聞がすげえ刺さってる。本当に5紙も取ってんだな。ん？そういえばこの順路帳に書いてある名前って佐藤小太郎だな。もしかして契約者はあの子自身？アパートの清水の203号室に勧誘に行ったのって横井さんっすよね。もしかして子供の小太郎くんと契約を？ああ、なんか今親と一緒に住んでないみたいだったからさ。え？小太郎くん優しいから強引に契約させられちゃったのかな。親と一緒に住んでないみたいだったからさ。すんません、遅くなりました。いろいろ考えすぎてなかなか眠れず、結果寝坊。無事ならよい。くっ、いい子。小太郎くん、うちの新聞解約しましょう。無理やり契約させられたんすよね。いいんすよ、断ったって。解約の必要はないぞよ。わらわにこれからも新聞を届けていただきたい。じゃあなんで5紙も新聞を？お主にもお願いしたい。もしこのように2日分以上溜まっていたら、わらわの身に何かあったと気づいてくれるだろうか。わらわは一人暮らしゆえかたじけないが。うっす、わかったっす。おはようぞ。あよ。新聞読み終わったか？うむ。父上と母上の名前はどこにも載っていなかったぞよ。そうか、よかったな。うむ。新聞の中では昨日も一日何もないぞよ。父上も母上も無事であった。